山本修五郎作石ころああ高坂の権之丞様がお通りなさるまた裏口の大口を召しておいでですね。 あの方は大門写しでいつも伊達におこしらえなさるけれど、お色が白くておみぼそですから、華奢に見えますこと。お連れは、サイ影様のごになんですわ。お名前は何とおっしゃったかしらそれは、菊様がご存知でございましょう。まあ、悪いことをおっしゃる。私、存じ上げはいたしませんですよ。それより、ご覧がそわせ。 お山田様のご老人が下腹巻きで威張っていらっしゃいますわ。まあ、お串の目立って白くおなりなすったこと。晩秋の午後の日差しの明るい五隠居ぐるわの名前屋の縁先に出て、十人余りの若い娘たちが最前からかしましくささやき交わしていた。すでに葉の散り尽くした桜の樹冠越しに、 堀を隔てて向こう側の道をお城から下がってくる侍たちが打ち連れて通るのが見える彼女たちは今その人々を指しながら若い娘らしくそれぞれ品定めに興じているのだった松尾はその仲間から離れて一人でせっせとわらじを作っていた貝の国古府城では すじめ正しい家の娘たちが選まれて、代わる代わるお城へ上がって、わらじを作ったり、むしろを編んだりする習わしがあった。伝説によると、それは信玄公の隠しわらじといって、作り方に特別な法があり、雪中を行軍する時など、その足跡によって軍の方向が敵に知られることのないようにできている。それで すじめ正しい家のものが選まれて作るのだということだった。そうでないにしても、年頃の娘たちに武者わらじを作ったり、軍用のむしろを編ませたりすることは、武家の女性としての鍛錬の意味だったことに間違いはあるまい。それはまた彼女たちにとっても楽しいことの一つだった。なぜかというと、武家の真相に育てられて、 普段世間に触れる機会がないから、同じ年頃の者が集まって、見たこと、聞いたこと、経験したあれこれを語り合うことによって、世の中の移り変わりも知り、少し不行儀だが、そこからは途上下場の侍たちの往来が見えるので、いつの合戦にこれこれの手柄を立てたのはあの若武者だとか、どこそこの陣で大将首を上げたのはあの人だとか、 とりどりの噂、評判をし合うのも娘心にはひめやかな喜びごとの一つだったそういう中で松尾一人だけはいつも仲間外れだったどんな話の相手にもならず一人でせっせと仕事に没頭していたもともとそういうざわめいたことの嫌いなたちだったのだが容姿が人に優れて美しかったのと 父の秋山宝器の神が侍大将として御主君勝頼公のご長愛人だったのとで他の娘たちからは凶慢のように見られていた。お父上様のご威性が高いから、ご器量自慢でいらっしゃるから、そんな言葉が時々耳に入ってくる。けれど松尾はそれさえ聞かぬふりをしていた。そういう陰口にはもう慣れていたのである。 あら、今あそこへいらっしゃるのは、たださまではございませんかご自分で馬の口を取っていらっしゃる方。娘たちの一人がそういうのを聞いて、松尾は思わず胸がドキッとした。ああ、そうでございます。たださまでございますよ。どうなすったのでしょう。口取りが後ろにいるのに、ご自分でお引きなすったりして。それは何しろ、たださまですからね。 戦場でカブ首の代わりに石を拾ってくるほどの方ですものね。いかにもおかしそうにみんなクスクスと笑い出した。それは決して悪意のあるものではなかった。けれど、陰口を面白くしようとする不必要な誇張が感じられた。松尾はまるで自分が笑われているような恥ずかしい、口惜しい思いで我知らず方を熱くしながら言った。 おやめ遊ばせよくも存じ上げぬ方のことをそのように悪口なさるものではございませんわ言ってしまってから自分でも驚いたほど激しい調子だった娘たちは松尾の上気した方や涙をたたいた相棒を見てびっくりしたそして自分たちのはしたなさに気づくよりもにわかに新しい興味をそそられた様子で 互いに目を見交わしながらささやきあった悪口ではございませんわねだって私たちは世間で言っていることを申しただけですわ誰でも申しておりますものねでも松尾はそう言いかけたが娘たちの好奇の目が一斉に自分の方へ集まるのを見るともう何を言う気持ちもなく口をつぐんでしまったそして 城を下がるまで思わず岩でものことを口にした自分の軽率を後悔し続けていた。二。けれども、松尾がその時岩でものことを言ったのは偶然ではなかった。ただという若侍の評判はこれまで数え切れぬほどたびたび聞いている。彼は、 ただ、淡路の神の次男で、名を新造といい、25歳になる今日まで、前後七度も合戦に出ているが、一番乗り、一番槍の功名はさておいて、まだ兜首一つの手柄も立てていない。行動が鈍重で、目端が効かず、自分の名乗りも破棄とはできない。そういう類の、どちらかというと嘲笑に満ちた評判ばかりだった。 松尾はその人もよく知らず評判のどこまでが真実かも分からなかったが自分の身に引き比べていつもひそかに同情の思いをそそられていた父親が献声家だからおごっている器量自慢で人を侮っている自分に対するそういう陰口が本当の自分とは関わりなしに人の口の葉に登る それを聞くしかない辛い気持ちがそのままただ心臓の上に思いやられ、人は評判だけで判断してはならないと常々身にしみて考えさせられていた。その思いがつい口をついて出たのである。でも言ってはならなかった。その日屋敷へ帰ってから松尾は自分の言葉を改めて反省した。 口で言ってわかることではなかった。かえってよしない噂の種になるかもしれなかったのに、そう思うだけでもやりきれない気持ちだった。そしてそれはやはり事実となった。何事もなく半月ほど経って、朝朝の野面に白く霜の降りる季節となったある夜、兄の万三郎が来て、父上がおもしなさると言い、 一緒に父の居間へ連れて行かれた去年の春に母が亡くなってから父は屋敷にいる時はいつも亡き妻のために旋部経を写すのが習慣になっている今もその写経をしていたと見え食台の脇には筆券や紙などの載った経机が寄せてあった兄も一緒に松尾がそこへ座ると父はちょっ と具合の悪そうな口調で言い出した「父の口からかようなことを申すのはいかがかと思うがだいぶ世間の評判がうるさいので念のために尋ねる」「お前はこれまでにただ淡路の次男と何かみなど往来したことでもあるか」松尾はびっくりして父を見上げた。 父はまぶしそうに濃い眉の下の目を細めながらまるで痛いものにでも触るような小姉で続けた「女親に息子を見ることはできるが男親に娘は見られない」という「お前には打ち明けて相談する母がないからいろいろと思い余ることがあって途方にくれる場合もあろう」もし、 そういうことから二品目ができたとすればその席の半ばは父が追うべきものだ。お前だけを責めようとは思わない。ただ父として正直なことが聞きたい。言ってごらん。松尾はおとなしくしまいまで聞いていたが父の言葉が終わると静かに表を上げた。 どのような評判をお聞きあそばしたかは存じませんけれど私には少しもそのような覚えはございません間違いないかこの場だけの言いつくらいではないのか決してさようなことはございませんけれどももしかするとあらぬ噂が立ったかもしれないと思い当たることはございましたそれを言ってごらん 松尾はいつや五隠居ぐるわであったことをあらまし語ったするとそれまで黙って引いていた兄の万三郎が「バカなことを申したものだ!」と腹立たしげに言った何でまたただの陰口に限って咎め立てなどしたんだ他の者のならとにかく忠心臓がどういう男かということはもう世評が決まっている それをそのように言いかばえは、あらぬ噂が広まるのは分かりきったことではないか。はい、本当に軽はずみでございました。これからはきっと包みます。おとなしく抵当した松尾は、しかしすぐに父の顔を振り仰いで、父上様、改めてお願いがございますと言い出した。松尾も、 いつかは嫁に参るのでございましょうかあまりの突然の問いで父親はちょっと返答に困ったそれは言うまでもないがどうして今そんなことを尋ねるのだもし嫁に参るのでしたら松尾はただ心蔵様へ参りとうございますバカなことを申すな万三郎が怒鳴るように遮った 今あらぬ噂の立っているものとさようなことになれば、噂が事実だったと証拠立てるようなものではないか。まして、ただ心臓などとは、もっての他のことだ。どうしてただ様では悪いございましょうか。自分で考えてみろ。ただがどのような人間か、古不自由で知らぬものはないぞ。松尾は存じ上げません。かなり強い眼差しで兄を見返りながら、 落ち着いた静かな調子で松尾は言った「確かにお噂は聞いておりますけれどそれはどこまでも人の噂にすぎません松尾は世評や影口よりもその人をお信じ申したいと存じます」3「世評は根も葉もなしに広まるものではない。 お前のは理屈でなければ、ことさらに家を立てようとしているのだ。兄上様は、松尾をそんな女とおおしですかもうよいぞ、松尾。父親は、なだめるように静止した。お前にも似合わぬ。兄に口答えなどして、どうしたことだ。万三郎もやめえ。この問題については、俺に意見もあるが、 今それを言うことは控える松尾はもう下がってよいぞきっと唇をかみしめながら松尾は深く表を垂れた万三郎は妹がこめかみのたりを青白くしているのに気づいて呆れたように見守っていたそれから四五日して父親がふと松尾の部屋を訪れた 常になく改まった様子で娘の目をじっと見つめながら「先日あのように申したがお前本当にただの次男へ嫁ぐ気があるのか?」と言った松尾は目を伏せなかった「はい本当に参りたいと存じます」彼の評判は承知の上だな。 あらぬ噂を立てられて意地で申すのではないだろうなさようなことは決してございませんでは尋ねるがどうして特に忠を望むのかそれは言いかけて松尾はちょっと言葉を切ったそして本当の心の底にあるものを誤りなく言おうとするように一言ずつはっきりと けれどいくらか重に答えた逆白立てのようではございますけれど私にはただ様が世間の評判とは違った方のように思われてなりません七度も出陣なすって株特技一つの手柄もお立てなさらぬそれはあの方お一人ではないと存じます 他にもそういう方はいらっしゃると存じますのに、ただ様に限ってそれが評判になるのは、どこかしらお人柄に尋常ならぬものがあるからではないか、本当は世間の目がそこへ届かぬためではないか、私にはどうしてもそう思われてならないのです。それだけの根拠で。 己の一生を託そうというのは少し不確かに思われるがそうでございましょうか松尾は微笑さえ見せながら言った私は行く先の人よりもかえって自分にその値打ちがあるかどうかを案じているのですけれどそれは確かだと父も笑ったそして 本当にそう望むなら自分にも少し考えがあるから婚姻の話をまとめてみようそう言って立っていっただ家は美濃の国から出て武田氏に仕えたものだったし秋山は普代の重臣だったから縁談は何の故障もなくまとまったそしてその月のうちに新臓は別に屋敷をもらいそこで祝言の式が挙げられた 何かと風評のあった二人の結婚はかなり人々を驚かしたがそう決まってしまえば当たり前な話で案じていたほどうるさい口も聞かずに済みその年も暮れて天正二年を迎えた心臓は無口な男だった中肉中背の体つきもおっとりとした顔立ちも虚嘱動作もすべてが極めて平凡である 尋常なならぬものがあるに違いない。そう信じてきた松尾はその平凡さの陰に隠れたものを見つけ出そうとして随分注意していたが30日50日とたっても何のひらめきも見いだせなかったむしろ世表を裏付けることばかりが目につくのであるある日の昼下がりだったが夫の今の掃除に行った時 上段に飾ってある鎧のそばに白木の手箱のようなものが置いてあるのをふと見つけた何心なく開けてみると中にはバタを敷いて大切そうに石ころが5つ6つ入れてあった何の石だろう松尾はいぶかしく思ってよく見直したしかしどう見直してもただの石ころだった それも特に色が美しいとか形が珍しいとかいうのではなく、いくらも露房に転げている種類の何の木もない石である。ただ、その一つ一つに小さな字で何か書いてあるので、松尾はそっと手に取ってみた。するといつか後ろへ来ていた夫の心臓が、ああ、それはとう,とうみの二股城の石だよ、と教えてくれた。 松尾はびっくりして振り返った。心臓は微笑しながらそばへ寄って、これは駿河の田中城の石だ。これは美濃の明智。これは三河の宝来寺のものだ。では、本当だったのでございますね。いつか隠居ぐるわで耳にした噂を思い出しながら、松尾はいくらか非難するように聞き返した。 戦場から石を拾っていらっしゃるというお噂は私根もない陰口だと存じておりましたけれどいやこの通り本当だよ心臓は平然と微笑していた4松尾は夫の目を見守りながらどういう意味でこのように戦場から石を拾っておいでになるのかと聞いた 格別どういう意味ということもないな。心臓は遠くを見るような目をした。言ってみれば命を落として戦った戦場の記念にという気持ちもある。だがそういうこととは別にして俺は石が好きなんだ。石と言ってもこういうありふれたボンボンたる石がね。世の中には翡翠とか 目のウとか、紅玉とか、水晶とか、玉髄とか言って、危険不可に鎮造される石もある。また、姿の珍しさ、色の微妙さを愛されて、庭を飾ったり、置物にされたりする石もある。無論そういう石にはそれだけの徳があるのだろう。けれども、見てごらん。彼は小石の一つを手に取り、 妻に示しながらゆっくりと続けていった。こんなのはどこにでも転げている。至るところの道端にいくらでもある。形も色も平平凡ん,んで何の木もない。しかしよく見るとこいつは実に何とも言えずつつましやかだ。見せびらかしもしないし気取りもしない。人に踏まれ、 馬に蹴られてもおとなしく黙って転げているあるがままにそっくり自分を投げ出している俺はこの素朴さがたまらなく好きなんだそれはそうでございましょうけれどただ素朴だというだけではいくら石でもあるかいがないのではございませんかそう思うかね心臓は穏やかに妻を見合ったしかし これはこれで案外役に立つのだよ。道不信にも家を建てるにもまた城を築くのにも土を締め土台石の下を固めるためにはこういう石はなくてはならないものだ。浄瑠璃の下にも家の下にも道にも石垣にも人の目にはつかないこういう石が隅々にじっと頑張っている。 決してあるかいがないというようなものではないんだよ。そして彼は棚心に乗せた石をつくづくと見守りながら愛着のこもった調子でつぶやくように言った。俺はこの素朴さを学びたいと思うよ。松尾には夫の気持ちがおぼろげながらわかるように思えた。 世兵はあながち誤ってはいなかった。夫が石の素朴さを愛するというのはその人となりである。尋常ならぬものがあると信じたのは自分の思い過ごしだった。夫は噂通り平凡な人だったのだ。松尾はだんだんとそれを承認するようになったのである。兄は来なかったが、 父の秋山宝希は折々訪ねてきた「どうだうまくいっているか?」「はい幸せに暮らしております」そういうボンの中に心臓に対する娘の失望がうかがわれたけれども父親はそれについては何も言わず「それは頂上々だよく勤めなければならんぞ」と諭すだけだ その年の年五月、御主君武田勝頼は二万余騎の兵を率いて海を出馬し徳川氏の市場である高天神を攻めた高天神は東東美の国小笠郡にあり小笠原与八郎長忠を城主とし大河内源三郎を徳川氏の官軍として固く守っていたこの軍には多田新造も出陣したし 松尾の兄の兄秋山万三郎も加わっていた勝頼が二万世の大軍を動かしたのは高天神だけが目当てではなかった次第によってはそのまま三河まで侵入し徳川の本領まで接見しようという計画を持っていたのである五月三日に会を発した武田軍は同じく七日に相良へ本陣を敷き 12日をを期して攻撃を始めた勝頼は父の信玄がまだ財政だった元気2年に一度この城を攻めたことがあるその時は失敗したが今度はその経験を生かす必死の策を持っていたすなわち穴山伊豆の神挨拶をして北を首相とし馬場山形らを徳川氏の援軍に備えさせ自分は本陣にあって葬式をとるつまり 高天神の攻略と一緒にあわよくば徳川氏本領への侵入を決行する両面の作戦をもって臨んだのだ急報によって徳川氏はすぐ平和を発したけれども物見の報告によると武田軍の配置は非常に堅固である家康は早くも勝頼の意のあるところを察してにわかに進まず織田信長へ使者をやって援軍を求めた。 家康がこちらの軍配を察して慎重に職徳連合の策を立てたということを知ると勝頼は三河への侵入を断念して高天神攻略に全力を集め6月10日総攻めの命を発した秋山万三郎は高坂壇城虎綱の騎下にあって下平川口の海類の攻撃に当たった戦は夜明けに始まり 激しい矢玉の応酬から肉白戦に移った午後少し前であったろうか万三郎が敵の猛烈な集中攻撃にあって守兵五十余機と一旦窪地へ退却した時すぐ脇のところをまっしぐらに前進していく一帯の兵を見た勝ち二十人ばかりが横列になり戦闘に抜刀を振りかざした若武者が指揮していた彼らは黙っていた みんな槍をピタリと脇につけ足並みをそろえてひしひしと進んでいった血のつくばかりの矢玉の中をまるで武者をし連兵でもするもののように面も振らず前進しやがて指揮者が刀を一振りすると見るやダットのごとく敵の累壁へと取り付いた万三郎はあっと叫んだその一帯の先頭に立って指揮していたのはただ心臓だった 兜に隠れてカごは見えなかったが鎧不足にも見覚えもあるし指物は根治師範に白抜きの達で紛れはない「おし心臓が先を乗るぞ」そう気づいた驚きはたとえようもなかった彼は我を忘れてくぼ地を飛び出し「切り込め!」と絶叫しながら敵類へと迫った砦の一角が崩れた敵は弓鉄砲を捨て刀を抜き槍を振るって押し返して戦った 万三郎は無に無三に切り込んだがふと見るとただ心臓が一人の鎧武者と刃を合わせている「小暮男女」と相手の名乗るのが聞こえたそれはその類の副章でありただなどの相手ではないと思って万三郎が駆けつけようとすると心臓はつぶてのごとく襲いかかって相手の脇つぼを刺した万三郎の目は心臓の右手が大きく動ききらりと刃が光ると見えただけだった 小暮男状は横ざまにどっと倒れた。おお、心臓がやった。彼は思わずうめき声を上げながら駆けつけた。しかし、心臓はもう向こうへ走り出していた。今差し止めた敵はそのままである。印を上げようともせず、撃ったと名乗りもしない。倒れた敵を踏み越えて、そのまま前へと切り込んでいった。おい、ただ、印を上げていかぬか。万三郎は懸命に呼びかけた。 心臓は振り向きもしなかったが倒れていた小暮男女がむっくと半身を起こしたそれで万三郎は駆け寄りざま押し伏せてその印を上げた「あっぱれ秋山殿お手柄」そう呼びかける声がしたので見ると山形善左衛門が走っていく「いや違うこれはただが」と言おうとしたが善右衛門はもう遠く去っていた万三郎は激しく舌打ちをし 男女の印を牢頭に持たせて再び敵中へ切り込んでいったその日の合戦で万三郎は同じようなことを3度まで見た2度目は中村の柵の内3度目はジブの出丸でそして三度とも小暮男女を撃ったのと同じ方法だった多だ心臓はまっしぐらに強敵へ襲いかかる 喉輪か脇壺かまたは草ずり外れを差し通して相手を倒すとそのまま見向きもせずに次の強敵に向かって切り込んでいく今自分の撃った相手がどんな孔明な武将であろうとも決して印を上げようとはしないし撃ったと名乗りもしない当の相手を倒すとそれなりまた強敵を求めて前へ前へと突進するだけだったどういうつもりだろう乱軍で逆上したのか それともそれとも何か思案があるのだろうか万三郎はいろいろ考えてみたが見当がつかず不思議な戦いぶりをするやつだといういぶかしさだけが頭に残ったのであったかくてその日の暮れ方には外郭の書類がことごとく陥落しまったく裸城となった高天神を取り囲んで武田軍は包囲の陣を敷いた。 激しい攻防の一日が暮れて夜になった万三郎は勝頼の旗本にいるただ心臓を訪ねていった心臓はかがり身のそばに盾を敷きその上に座って何かしきりに小さなものを磨いていた万三郎は声をかけてその前に座りじっと相手の目を見守った「今日はお手柄だったな」。 下平川口の砦出で小暮男女を打ち取るところを拝見したよ。小暮男女だって心臓は目をしばしばさせた。俺はそんなものは知らないがね。なぜ隠すんだ俺はこの目で見た。貴公がこう太ちを上げて男女の脇つぼを見事に差し通したところを。印は俺が上げたが、打ち取ったのは貴公だ。俺は知らないね。 心臓はとんでもないと言いたげに頭を振った乱軍の中だから見違えたのだろうまるで覚えのないことだよいや知らぬはずはないジブでも中村の柵でも鎧武者を討ち取るのを見た俺のこの目で見た確かに見たんだどうしてこうが隠そうとするのか俺にはわからないどうしてだどうしてと言って 知らぬ者が知らぬというほかにないじゃないか。心臓は脳切れで何か磨きながらそう言った。ここでそんな口論をやってもしようがない。誰が誰を撃ったかということは光明帳に記してあるはずだ。光明町を見ればはっきりわかることだよ。そう言って彼は磨き上げたものを手のひらの上にのせ、かかり目の光に透かしてうっとりと見守るのだった。 手のひらの上にのせられたのは小さな石だった彼は万三郎の目がその石に注がれたのに気づくと振り返ってニッと微笑しながら言ったこ、ね「これが俺の楽しみでね」「これが俺の楽しみでね」 そう申した雨月は実に平安なものでした。これが半時前まで先人を浴びて畜した人間かと疑われるほどのどかなむしろ氷病とした感じでした。万三郎はそう言って改めて父の顔を見守りながら、そしてついにただは本心を明かしませんでした。当人が知らぬという上に、 山形前衛門までが証人に出たので小暮男女を打った手柄は結局私のものになってしまいましたそれ以上に事実を主張しますとかえって妙な疑いを受けそうにさえなったのです妙な疑いとはどんなことだ私が故意に議弟へ巧妙を譲るのではないかあからさまにそう申うしたものがあるくらいです なるほどそういう見方もあるしかし男女を撃ったのは事実彼でした男女一人ではありません私が見ただけでも他に二人鎧武者を仕留めていますおそらくその二人も小暮男女が私の手柄として記されたように誰か他のもの者を手柄として光明帳に記されたことでしょうそして 忠信蔵は今度も兜首一つの手柄も記されずにしまったのです一体これはどういうわけでしょうか高天神の城は敵の首相小笠原長忠の降伏によって落ち6月17日に開城したそして勝頼は岡部島の守と横田威松に 旗元の侍を加えた三千余の兵を止め一旦甲の国へと凱旋したただ心臓より一足先に甲府へ帰った万三郎は何よりも先に心臓の不思議な戦いぶりを父に語ったのであるその座には妹の松尾もいた彼女は兄の凱旋を祝いに来て図らずも夫の戦いぶりを聞いたのだ なぜかというその理由がお前にわからないのは当然だ。うきが静かに口を切った。この父もかつてただ心臓と一緒に夜たび戦場へ出ている。そしてお前の見た通りの事実を何度もこの目で見た。父上もですか。父上もご覧なすったのですか。 心臓はまっすぐに強敵へ挑みかかるそして打ち倒せばそれなり踊り越えて前へ突っ込む相手がどのような名高いものでも見向きもしないその首一つが千眼の手柄になる相手でも打ち伏せてしまえば未練もなく次へと突進する俺は幾度かそれを見たそして戦が終わった 光明帳が調べられると彼には兜首一つの手柄も記されていない「誰が死を討ったのはただではないか」そういうものがあっても当人は知らぬというし乱軍の中のことではあるし印をあげた者はすでに名乗っているのでそのまま落ち着いてしまうのが例だった秋山放棄はふと目を閉じ 当時を回想するのであろうかしばらく黙っていたがやがてまた静かに続けた世間は何も知らずに彼を笑う動作が鈍いとか名乗りも破棄とはできぬとか事実は今話した通り人に抜きんでた手柄を立てているのだしかも世間がどんなに嘲笑しようとも 党の心臓はとことの弁明もせず黙ってその嘲笑を受けているどういうつもりだろう俺にはしかしやがて加点がいった松尾は全身を耳にしてひと言も聞き逃すまいと父の口元を見守っていたそもそも合戦とは 敵を打ち負かすのが根本だ。戦いは勝たなくてはならん。勝つためには一人でも多くの敵を倒すのが戦う者の,の最上の心得だ。いかに兜組の手柄が多くとも戦に負けては意味がない。肝心なのは勝つことだ。勝つために一人でも多くの敵を打つことだ。 心臓はその心得で戦っている一番やりも大将首も問題ではない一人でも多く強敵を打って合戦に勝とうとするこれだけだ他人が何とそしろうとも自分のことは彼自身がよく知っている彼こそ真の戦士というべきなのだ 万三郎は神戸を垂れ両手で固く膝頭をつかんでいたほうきは娘を顧みたお前はただへかしていくらか失望したようだったな俺には察しがついていたけれどもただの真の値打ちはやがてわかるだろう わかる時が来るに違いないと思ったから何も言わなかった。名も求めず、立身栄達も求めず、ただ一人の戦士として黙々として己の信ずる道を生きる。ただ心臓はそういうものの譜なのだ。わかるか 松尾は胸を引き裂かれるように感じた。いつぞや夫が石の素朴について語った時、夫の本心を突き止めたように考えた。やっぱり世評通りの人だったと思った。なんと浅はかな独りよがりな考えだったろう。世間の風評を笑いながら、自分も夫の真実を見つけることができなかったのだ。 申し訳がございません。浅はかな松尾をお許しくださいまし。父の家を辞して屋敷へ帰るまで松尾は心の中でそう叫び続けていた。そして屋敷へ帰り着くとすぐにいつかの手箱を取り出してきて蓋を払った。そこには、 前のとおり綿を敷いていくつかの小石が入っていた形も色も平凡な何の木もない露房の石であるじっと見ていると「俺はこんなのがたまらなく好きだ」という夫の声が聞こえるようだった「あなたおっぱで」 ございますそうささやきながら松尾は耐えかねてくくとむせびあげたやがて夫が凱旋すればそこにまた石が一つ増えることだろう人には見えないが多くの巧妙と 手柄を象徴する平凡な一つの石が